タカさんお疲れ様です。一人で稼ぐ、そう、 YouTuber として一人で稼ぐっていうのはこれはね当たり前のことなんですけども、最初からね一人でやっていく必要はないんですよ。最初はまあいろいろと教わりながらとか切磋琢磨しながら励まし合いながら傷を舐め合いながらでもいいと思うんですよ。で続ける習慣がそこそこついてきて、まあ売り上げが取れるようになってきたりとかね、うん、なんか徐々に一人でできるようになったら徐々に一人で行けばいいんじゃないですか。あの運転免許とかに出るんじゃないですかね。まずは教習所に入ってお金を払って先生に教わっていく。で座学もあるし実技もあるけれども、まずはこうね学校内で教習していくわけですよ、場内教習を。それから横に先生に乗ってもらって路上に出てみるわけですよね。やっぱりもうドキドキですよ。事故起こさないかな、ちゃんとできるかなみたいなね、信号は止まれるかなとかいろいろあるわけですよね。でも教官がついている、つまり塾の塾長さんがついているから思い切ってできるし、足りないところは応援してくれるし、やりすぎたらストップかけてくれるしっていうところなんですよね。それでだん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 練習していって、免許改定になったら一人でやっていきましょうと。でも一人でやるんだけども一人にはしないよと。例えば私がねズーム対談でちゃんとケアしながら売り上げを取るための方法をこうね、助けていくよ、ティーアップをしていくよとかね、そういうことじゃないかなと思うんですよ。おそらくね、一人で稼ぐって言っても最初から一人で稼ぐのは難しくって、なんかやっぱりねチームに支えられてやっていった方がいいのかなと思うんですよ。ひいては自分が独立した時にそういったビジネス塾に入った経験とかそこで培った人たちとまた一緒にビジネスをしたり、そういった人たちに商品を売ったり買ったりとかっていうのでいろいろと活性化させていけるんではないかなと思います。そのためにも絶対に塾に入った方がいいですよね。塾に入ってまずは塾内で自分のプロモーションをかけていく、マーケティングをかけていくってことをやっぱり覚えること、塾内で自分が有名になっていくとかね、やっぱそういうところをもう貪欲に、もうむしろねその塾に入って塾の中で自分を有名にするために塾に入るみたいなね。例えば速稼塾に入って何のメリットがあるかっていうと、私が新しい塾生さんをこうやって紹介することをするんですよ。そうすると速稼塾っていうビジネス塾の中でまず名前を挙げることができるじゃないですか。その速稼塾っていう小さなグループの中で自分がどれだけ有名になって他の塾生さんとつながって、ひいて言えばね速稼塾の塾内でお互いに商品を買ったり売ったりをするっていうことで、あの速稼塾も一つのマーケットですからね。でビジネスに厳しい視点を持った人に商品が売れれば、それは一般のマーケットにも売れやすいっていう風に、ね、自信を持つこともできますしね。でもねやっぱりこう一人でやるのって結構大変ですよ、何でもそうですけども一人じゃなくても大変だしね、違う大変さがあると。特にずっと冒頭で気になる男シリーズの100話まででお話しましたけども、家族は敵になるんですよ。とりあえず自分が稼いだものを平気でどんどん使っていったりとかね、今電気代も高騰したりとかガス代が高くなったりガソリン代が値上がりしてるでしょ。稼いでる人はすごくシビアですけども、使う方はもう気にしないです、あんまり。そういう意味でも、身内はどんどん足引っ張りますからね。でそういったところも、そのビジネスをするもので、やっぱ慰め合っていく、共有し合っていく、そういうふうに励まし合っていかないと、やっぱり精神的にも、なかなか折れていくっていうか、精神を強くするって結局、お互いを励ましたりとかね、鼓舞し合うことで、そうなっていきますからね。まあ、精神の鍛え方はまた別の機会にお話しする場を設けようと思いますけどね。まあ、タカさんがその痛みを知りながら前に進んでいこうというふうに今回も決断したのは素晴らしいことだと思います。まあでもね今回のセールスで売れてほしいですね。だいたい今日を過ぎたらもう売れなくなります、だから今日までの売り込みが本当に大事なんですよ。今日売ってはい今日締め切りですよっていうふうに告知を出したりとかね、最後の一人にちょっと得点つけましょうかみたいなねことをやって追い込んでいくかってところでしょうね。値下げをするよりも付加価値をつけていって割安にするっていう、そういうような作戦です。はい、動画を今回送っていただいたその話もしたいと思いますけど、スライド形式で問題解決だったり気づきを視覚的に与えられるような動画を作っていくようにしました。あ、こういうふうな試行錯誤とか工夫はいいですよね。だから商品企画とかプロモーションの企画をタカさん自身でやらないといけないんで、で私も一定の形でねセールスのこうねお手本というかね、私のやってきたことでうまくいったものを紹介しますけども、でもそれは私がこの顔で、この声で、この経験でやるから当たるっていうことなんで、丸パクリしてもダメなんですよ。私の立場だったらこういうふうにやるんだなっていうことですよね。なんか、聞こえてきますね。迷惑ですね。やっぱりね、昼取るとね。もう本当、廃品回収とか、本当にいい加減にしろと思いますよ。いや、私ね、速稼塾のセミナー第一発目でね、選挙演説が下に来てね、本当にね、台無しになったんですよ。だから第1回目の速稼塾の録画っていうのがあるんですけども公開できてないんですよ。台無しになったんでね、
共産党だったかな、あの時の。はい、そして、その他スライド動画を作っていて、最後にオチをつけていく。オチってのはセールスのことだったり、チャンネル登録だったり、 LINE 登録のことですからね。だからそこに誘導しないんだったら、何のためにその動画を最後に見せたんですかってことになっちゃうんですよ。まあそういうところも本当遠慮なくどんどんプッシュしていかないと、チャンスは無限にはないですからね。で、動画のこの本数は自動的に増えるんですよ。だってやることとか伝えたいこといっぱい生まれるはずですから。だから数字が走るんじゃなくって、振り向いたらこんなにやってきたんだ、しかもまだまだネタは残ってるじゃないかみたいなね。やればやるほどネタが量産されるっていう状態が、まあ、動画リレーの真髄ですね。だからね、情報で商売してるのにネタが尽きるってことは、そのパン屋さんに行ってパンを作ることがもうこれ以上できませんっていう風な敗北宣言なんですよ。アパレルのね、ユニクロとか行って服の生産が間に合いませんでしたとか言ったら、店頭に服並ばないじゃないですか。その店は倒産ですよね。だからネタが尽きるっていうのは、つまり商品棚に商品を並べてないってことなんですよ。何の言い訳にもならないですよね。はい、どうやったら YouTube を続けるだろうから、しっかりと一歩一歩気づきを与える動画になっていく。あ、いろいろと意識込めてますね。素晴らしいと思います。はい、その他この動画ではお話ししませんけれども、今回の補足動画でまたね、タカさんの決意が一歩二歩深くなったんではないかなと思います。必ずいい YouTuber にさらにさらになれると思います。というか私もね、タカさんから学んでますんで、お互い切磋琢磨していきましょう。ありがとうございました。